お任せします。はい、間違ったんですか、私はこっち。え、ごま。なんか名前がね、オクラか。そう、伊良菱山。オクラの。オクラの名前じゃない。あ、そうかも。そうだね。うん、なんとなく。まだ売ってるんかね、おねちら。買えばやる。登山口が、あそこです。うん。ああ、とりあえず、うん、そうそうそう、左に階段があります。まもなくコルフに出ます。俺たちがオールドなんだ。オールド目立たないね。コルネの爪のところ、喉が痛い。まあこっち側だけどあれだな、いい雰囲気だな。でもこっちはね。なあ、行きな。はい、行きます。ちょっと待って。いい写真撮って。いいよ、行ってよ、まあみんな。いいよいいよいいよ。きつい。不思議だね。こうなるとこ行かないと思うけど。止まらなきゃいけないから大丈夫だね。そっか。うん、ちょっと道も見えたし。これ？ここだよ。はい、もう一度行きなさい。見えないよ、眩しくて。そこだよ。どこ？こっち？そこだよ、ほら。あ、これ？それだよ。あ、ほら、行きな、ほら。アリの戸あたり。うん、行きな、ほら。いや、意外に怖いよ、これ。それ、どうですか？ほら。ちょっと待って。はい。写真撮るよ。飛べない？飛べない、飛べない。飛べるとこじゃないよ。いや、危ないよ、よしなよ。飛べないよ。いや、いや。意外に怖いよ。ここが山頂への鎖場のようですね。足場が難しいね。
だってこれさ平らじゃなくてさ、うん、ぷくっとなってるからね。でも丁寧に足場探せばあるんだよ。それはいりません。あっちが山頂だ。あっち山頂ね。え？あれが山頂ですね。水石への分布です。洞窟です。ここが9合目ということですけど、ね、あの上が何でしょう。そこに祠がある。そこを今越えて、あっちが山頂かと思ったら違いました。トシさん先行ってよ。まだ、はい、こっちですよ。まだだよ。まだだよ。まだですよ。山頂802m。山頂の、はい、鎖場がそこでした。俺も行っちゃうね。いいよ。うん、下で来れますね。うん、そうだそうだ。向こうかな。向こうだ向こう。うん、行きなほら。目を下くぐるよ。よいしょ。あ、靴が。靴が引っかかった。はしごはダメよ。うん。手触ったらハイタッチ。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 ハイタッチ。タッチ。軍手取ろ。タッチ。よし、ちょっとどう。あっちが山頂でした、今一つのピークに向かってます。山頂と一緒です。山頂は山頂、あ、そう、な、山頂ちょっと入んないな。4本しかないよ。4本？バナナ。はい。イエーイ。岩だからほら、木が生えてないもんね。
っていうの。やらせだ。キャーって言って笑ってるからね。一本槍。もうはしごがあるだけが許せないんだよ。服を巻いて取ります。岩菱城址のエリアに入ってきました。岩菱城本丸跡。確かにここに城を構えればこの一帯が全部抑えられた。はい、稜線に戻って来ました。ここから赤岩通り、赤岩通り行きます。五原の駅、はい、行きますよ。なんかガンガン下ってます。何ゼルって、うん、はい、うん、土がぬめってるよ。っていうのはこの木自体が全部滑るんだわ。うん、そうそう。山里に置いてきました。わお、なんていうとこだこれは。まあ、またいつか旅行ね、はい、戻りました。声もなく立ち尽くし、夢は流れ、時は流れ、あの日は二度と戻らないけど、春はすぐ巡り来るから、雲の流れ、雲の流れ、あの日はもう。
かじりながら帰ります。